ホーム駅前風景中田駅は徳島県小松島市中郷町長手にある四国旅客鉄道麦線の駅である。駅番号は M05。島式ホーム1面2線を有する地上駅。駅舎を有志ホームとの間を校内踏切が結ぶ。ホーム上に水飲みバートがある。改札内に組取式便所がある。駅舎内には自動券売機がある。 1985年までは小松島線の分岐駅で北側にある駅舎正面にもホームがある二面三線の構内配線であった。小松島線は駅東方から分岐していた。かつては駅西方で現在の国道55号徳島南バイパス小松島湖線橋の下から日本線バイ公社小松島工場専用線が伸びて、 いたが、1970年頃に廃止された。1992年から JR 四国の契約社員による業務委託駅であったが、2010年10月1日に無人化された。徳島駅が管轄している。駅前には、郵便ポストや公衆電話や白ポストがある。かつては当駅から小松島市営バス、小松島仙台一帯バスが発着していたが、廃止された。 その名残で、駅舎横にバス停ベンチと上屋がある。2019年12月13日にトイレが廃止された。トイレを使いたい場合、ハローズウェダテニアローソン小松島南バイパス店のトイレを利用することになる。さらにその南には、京栄小松島店や小松島ルピア等がある。1日平均乗車人員は、下記の通り、ありがとうございます。